はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の理科、炭酸水素ナトリウムを熱する実験をお送りします。で、今回これが2年生の最初の動画ですね。こんな感じで授業動画を配信してます、ハイチと申します。今後もどうぞよろしくお願いいたします。で、最初のこれは実験の問題で、穴埋めがポイントも含めて15個ありますので、できそうな方はぜひね、一回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が穴埋めを説明しながらやっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の主役はタイトルにあるように炭酸水素ナトリウムです。まあ一般的には重曹とかベーキングパウダーとして使われるやつですね。で、炭酸水素ナトリウムをこうやってガスバーナーで熱しますと。で、そうすると今回こいつは3つのものに分かれます。こうやって3つのものにね。で、それがまず何かっていうのから押さえていきましょう。じゃあ書いていきますね、答え。まず、これは固体と液体と気体に分かれるんですが、固体はこの炭酸水素ナトリウムの水素っていう真ん中を取ってください。名前で言うとね。なので、炭酸ナトリウムっていうのがまず一つ目です。一つ目で、次液体です。これは水が発生します。水が出てくる。で、最後気体です。気体がちょっと画数が多いんでお待ちください。二酸化炭素。この三つに分かれます、炭酸水素ナトリウムはね。もう一回確認します。炭酸ナトリウムと水と二酸化炭素です。これ絶対押さえてください。あの、個人的な意見なんですけど、中学校3年間でまあいろんな実験やるじゃないですか。その中でも本当上位に入るぐらいによく出題されます。定期テストでここが入ってたら絶対って言ってほど出る、この実験に関しては。で、模試とか受験でもよく出てくる実験なので、ね、しっかり押さえておいてください。で、今みたいに、もともと炭酸水素ナトリウムって1種類の物質だったものが、今回3つに分かれましたけど、2種類以上の別の物質に分かれる変化のことを、これ言葉が決まっていて、これを分解と言います。そうね、分解。まあ日常生活で、理科のね、特別な用語ではないですよね。分解って日常生活で使うので、まあイメージはしやすいと思うんですけど、これも覚えておきましょう。で、おまけとしてもし予備知識で覚えていただけるんだったら、今回の実験って、こうやって熱を与えて分解してるんですよね、こいつは。ガスバーナーでこうボーってやってるから。こういう熱を与えて分解することを熱分解って言います。まあ熱と分解くっつけただけなんですけど、これもよかったら覚えておいてください。で、ここからね、実験するとき、まあ、具体的な内容をやっていくんですけど、この実験がですね、すごく、まあ、出題されやすいところとして、もちろんこのポイント、これもすごく大事です。で、下の3行が、まあ、結果から分かることみたいな、まあ、ある。これも大事です。で、もう一個は、実験するときのね、注意点が非常に大事なの。この実験でね。で、しかも3つもあるっていうね、ボリュームがいっぱいあるんですが、まあ、1個ずつ押さえていきます。で、まず1つ目が、試験管のね、口をそこより少しだけ下げておきます。で、試験管の口っていうのはこっちです。口です。で、そこはこっちね。今こうわかるように試験管をですね、口開いてる方をちょっとだけ下げてあります。こうやって。これをこうしておかないといけない理由があるんです。いいかな。で、それをもちろんこのどういうことに気をつけますかって、試験管の口をそこより少し下げておくっていう答える問題もあるんですけど、それがなんでなのっていうのがすごく大事。いいかな。で、それ書いていきます。ちょっと長いんでお待ちください。まあ、今回実験で液体が発生するんですよね。で、出てきた液体が、これがね、この試験管の中に液体が出てくるんですよ。付着するのね、試験管の中に。で、それが、加熱部分、つまりこれ熱してる部分ね、もともと炭酸水素ナトリウムがあった部分だけど、そこに流れてきちゃうと、試験管が割れる可能性があるんです、これが。だから流れて、これは入らないパターンだな。ちょっとズルしますね。
試験管が割れるのを防ぐためです。もう一回確認します。出てきた液体が加熱部分に流れて試験管が割れるのを防ぐために試験管の口を底より少し下げておきます。ですね、この実験した時に、3つに分解されるって話をしたんですが、炭酸ナトリウムっていうのはここに残ります。物質として。熱した後もね、残ると。で、その水は、その液体の部分はこうやって付着するの中に。こうやって付着するんですけど、それをもし、こっちを下げておくと、それが、こっちに垂れてきますよね。で、こっちには来ちゃうと。で、それをね、熱することで原因になってしまって、ごめんね、試験管が割れる可能性がある。そうしたら、もし割れてしまったら、もし、その時にね、みんなが実験してて、その割れた破片が目に入ってしまったりしたら、ね、失明する可能性とかも出てきてしまうので、そういうふうにならないように、必ず口の方を、こっちね、少し下げておく。っていうのを覚えておいてください。これは1個目です。注意点ね。で、2つ目。今回はちょっと穴目2個あります。で、先に下から、7番から行きましょう。火を消す前に、ほにゃららを、ほにゃららから出しておきます。で、まず行きましょう。何を出すか。これは、ガラス管です。ガラス管。で、先に行きます。ガラス管を水から出しておいてください。で、ガラス管どれかっていうと、これです。これですね。これはガラス管。実験が終われば火を消しますよね。もちろんガスバーナーの火を消しますと。ただ火を消す前に、今水の中に、まあ水蒸気管でこうやってね、二酸化炭素をここでブクブクって溜まっていくんですけど、その溜めてたガラス管、これを抜いてから火を消します。で、これも理由があって、なんでかっていうと、ちょっとまたこれ長いんでね、お待ちください。熱した試験管、つまり左側これね、この試験管に水がね、流れ込んできちゃうの。逆流してきちゃう。流れ込んで、で、理由は同じです。流れ込んでしまうと試験管が割れる可能性があるとまた。だから、流れ込んで、試験管が、まただね。ちょっと入りきらないんで、こっちに書くわ。割れるのを防ぐために、火を消す前にガラス管を水から出しておいてください。今回3つね、次ももちろんちょっと注意点としてあげるんですけど、特にこの上の2つはよく出題されます。理由と何をしておけばいいのっていうところ。これね、しっかり押さえておいてください。つまり、今こうやってやって実験してたんですけど、先にね、この状態のままこれを消してしまうと、この水がこう逆流してきてしまう。で、それの水が流れ込んでしまうことによって、試験管が割れる可能性があるので、それを防ぐ。まあ、防ぐというか、そうならないようにね、するために、必ず火を消す前に、ガラス管を水から出しておいてください。でですね、まあ、この実験、今、ちょっと戻ります。この実験やってて、熱するじゃないですか。炭酸水素ナトリウムを。で、ここに炭酸ナトリウムが残ります。で、まあ、こうやって液体がここに付着しますと。で、ここに、こうやって発生した二酸化炭素がこう通って、ブクブクブク、ブクブクっつって泡になってこう溜まっていくわけですよ。この二酸化炭素がね。で、その時に大事なことがあって、最初は、ほにゃららなので、こう試験管に溜めていくじゃないですか。でも、一本目は使わないんです、実験で。一本目は使わない。で、これなんでかっていうと、ちょっと外でね、今工事をしてるんで、音入ってたらごめんね。なんか音してるかもしれないけど、試験管の中にあった空気が出てくる。ので、一本目は使わないと。で、どういうことかっていうと、まあ熱して二酸化炭素が発生します。発生して、ここをこう通ってね、こうやって、ブクブクって集まるわけですけど、でも、もともと実験始める前に、ここに空気ありますよね、当然。ってことは、その空気には、まあ二酸化炭素じゃないものももちろんあるわけですよ。だから、ここの空気も押し出されて一緒に出てきちゃうの、最初。だから、一本目に溜めたものは、二酸化炭素ももちろん入ってるでしょうけど、
ここにあった空気が出てきてしまうので、その後実験としては二酸化炭素を集めたんだよねって実験をしたいのに、それができなくなっちゃう。ちゃんと測定ではちゃんとなんだ、実験が続けなくなっちゃうんで、だから一本目は使わないんです。いいかな。これがまあ主な三つの注意点なので覚えておいてください。では実験結果ですね。ここからも非常に大事です。ちょっとボリュームたくさんですけど頑張ってついてきてください。で、まず集めた気体の話です。つまり集めた気体って何かっていうと、この子、二酸化炭素です。ここに集めたやつね。その二酸化炭素の試験管に火のついた線香を入れるとどうなるか。これはもうこの実験に限ったことではないです。覚えておきましょう。消えます。これ火のついたマッチとして出題されることもあるんですが、これも消えるで大丈夫です。二酸化炭素には物を燃やす効果はないので消えてしまいます。火はね。で、もう一個。二酸化炭素に、ね、石灰水を入れて振るとどうなるか。もうこれもね、二酸化炭素といえばってことで覚えておきましょう。白く濁るです。いいね。二酸化炭素を集めました。じゃあその二酸化炭素のものに入っているところに火のついた線香を入れたら消えちゃうよと。マッチでもね、消えちゃうよと。石灰水を入れて振ると白く濁るよと。ね、二酸化炭素だから。これセットで覚えておく。これは、ほんとね、さっきも言ったけど、この実験に限ったことではなくって、二酸化炭素が発生する実験っていっぱいあります。他にも。だから、他の時でも、あ、二酸化炭素これ発生したんですねってなったら、同じ風に出てきたら同じ答えで OK。違う実験で二酸化炭素が発生しました。石灰水入れて振るとどうなりますか？白く濁ると。これも同じで OK だからね。セットで覚えておいてください。で、次です。出てきた液体。まあ、水ですよね。水。これに、ほにゃらら色のほにゃらら紙をつけると。紙です。紙。これ実験紙なんだけど、試験紙かなんですけど、まず、色。いきましょう。もともと青色です。青色。で、名前が、塩化、まあ、塩ってね、塩って感じね。塩化、ちょっと待って。子が湯になった。塩化コバルト紙です。塩化コバルト紙。塩化コバルト紙は、水かどうかをチェックするときに使う試験紙だと覚えておいてください。で、ここが問題です。この12番。その、もともと青です。で、青は水だからさ、チェックとつけましたと。塩化コバルト紙をね。つけたら、何色になるかっていうと、これは赤と書いておきます。書いておく。で、これ言い方がちょっとあってですね、実は自分は桃色だと習って、桃色だと教えてきました、ずっと。塾講師の時に。で、まあこれを、まあ、まあ前ね、この動画撮ってて、今撮り直してこれ投稿してるんですけど、その桃だとアウトだと。で、実際に今、書店とか行って、その参考書とか見ると、桃と赤があるんですよ。あと薄い赤とか。で、やっぱり安全なのは今は赤らしいです。ただ、もしみんなが定期テストの対策でこの動画を見てくれてるんであったら、みんなの学校の先生、実際の授業で受けた先生の色に合わせてください。テストの時は。もし先生が桃って書いて教えてると。なのに赤って書くと罰食らう可能性があります。これ逆もしかりです。赤って教えてて桃って書いて罰食らうケースもあるので、ちょっと注意してください。まあ、赤が一番安全かと思います。いいね。これ水をチェックするやつ。で、最後です。炭酸水素ナトリウム、もともとの主役です。主役ね。と、熱した後の物質。熱した後の物質は何かっていうと、こいつね、炭酸ナトリウムです。ちょっとこれ書いておきましょう。これね。おっと、色が出ない。熱した後は炭酸ナトリウム。この二つにですね、こっちとね、ホニャララ溶液っていうのを反応させます。ホニャララ溶液。で、これ名前いきましょう。長いです。フェノールフタレイン溶液って言います。フェノールフタレイン溶液。まあ、リズムで覚えて。フェノールフタレイン溶液。で、これはですね、何を調べる溶液かっていうと、アルカリ性かどうかを調べるものです。つまり、それがアルカリ性だったら色がつくんです。色がつく。で、先に言うと、アルカリ性だと赤になります。覚えてね。フェノールフタレイン溶液はアルカリ性だと赤になるんです。いい。BTB と混ざりやすいから気をつけましょう。で、実際に、で、今回ね、混ぜていく。で、これ、結論から言うと、両方アルカリ性なの。赤になります。赤になるんですけど、こっちの元々の、
炭酸水素ナトリウムはただの赤ではなくて薄い赤色になります。薄い赤で、こっちはこれもね、先生によっては濃いつけろって言われるから一応書いておく。ただの赤色でも大丈夫かと思うんですが、先生が濃いつけてたらつけてね。濃い赤色です。つまりこっちの熱した後の炭酸ナトリウムの方が濃いんです、赤が。何が言えるかっていうと、この炭酸ナトリウムの方が両方アルカリ性なんだよ。アルカリ性なんだけど、アルカリ性が強いんです、こっちの方がね。だからこっちが弱い、だから薄くなっちゃうの、色としては。いいかな、ここもしっかり覚えておいてください。で、ちょっと付け出しになってしまうんですけど、水にね、この炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムを水に溶かした時どういう溶け方しますかっていうのがたまに出てきます。で、その時のこっちとアルカリ性が強い炭酸ナトリウムの方が水によく溶けます。こっちの方が水にね、よく溶ける。で、こっちも溶けるんですけど、こっちは少し溶けるっていう感じなので、まあ、そこもよかったら覚えておいてください。では、今回はね、こんな感じで炭酸水素ナトリウムを熱する実験についてやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。